おおはよようございいままますすすエラリーの親部と申しますよろしくお願いしろく願本日ですね当社が運営するエアールーム家具のサブスクリプションサービスですこちらご紹介させていただきます、えっと、通常家具を購入する際大きく4つの問題があります1つがこれです選ぶ手間です我々のお客様にアンケートを取ると約60%のお客様がこれまで買ったはいいんだけれど家に置いたはいいんだけれどもなんかちょっと違うと 違和感を抱く方がいらっしゃいますで次にですね金額、価格の高さです通常ワンルーム揃えようとすると10万円から15万円ほどかかりますそんなに安くないですで組み立ての手間ですね買ってからも大変だとで最後に処分の手間がありますで我々ですねライフスタイルの速さがもう年々速くなってます1年や2年こういった短いスパンで引っ越しを繰り返される方も少なくはありません そのたびにこういった4つの手間を患っているんですねでお子様がいらっしゃる家庭ですとやっぱりそのお子様の成長に合わせて家具を買い替えていきたいそういったニーズもあると思いますで我々はそういった課題をワンストップで解決するためにエアールームというサービスを開発しましたエアールームの特徴大きく4つあります アカウント登録いただいた際に今ご自身が住まわれているお部屋の写真をお送りくださいでどういった部屋にしたいのかそれを送っていただければ我々でコーディネートさせていただきますでその中の家具が1個あたり月額500円からご利用いただくことができます1週間で届いて組み立て設置もすべて担当させていただきますそしてです、ね、1ヶ月単位で利用ができるのでいつでも返,金返却ができます ですね、実際にエアールームで借りられる家具がこちらになるんですけれどもこれ今まで購入すると4万5千円程度かかっていましたこれがエアールームご利用いただくと2千円です初期コストが96%カットすることができます でえー、とどうしてこれができるのかというところですねで本日私、私このお話をさせていただくために来ましたちょっとぜひ、えー、と家具業界で今何が起きているのかというところですねご説明させてください、えー、とこれは、えー、とここからそう遠くはない静岡県の家具の製造現場になっています木材から一つ一つの工程を追ってですね今、ソファーを作っていらっしゃるとですごく質は高いんですね。 高いんですけれどどうなるか、えー、と高くなってしまうんですねやっぱり値段もで我々振り返るとそれこそマーケティング力が強かったりラインナップが多かったり値段が安いニトリさん、イケアさんこういったところで買われますなので国内の中小の家具製造メーカーさんなど,、えー、などですとこういった課題ゆえですねあの在庫が積み上がるんですねでその結果としてですね国内の家具メーカー年々減っていってます 2000年頭3000社近くあったメーカー数も今ではもう1300400社程度57%が減ってきているような状況になっていますなのでも分かりやすい話ここから先10年20年経った時に国内から家具のメーカー,あーもうこれがまるまるなくなる可能性も全然ありますまずこういった危機感が業界にあるということをご理解いただきたいです で我々はですは、ね、こういったところを在庫リスクなく製造できるプラットフォームといったものを目指して作っています。でこういったメーカーの在庫商材であったりあー商品を使ってです、ねえー、とエアールームにどんどん出品をいただくそれを通じてお客様のデータ商品データ不動産データこういったところがどんどんたまっていますので、まあ、メーカーにお渡しをしたり一方で,です、ね、こういったところをお客様に対してはコーディネートやパーソナライズといったところで価値還元をしていっております。 で我々のビジネスモデルですエアルームを中心としてメーカーとお客様がいますメーカーから出品いただくとお客様は注文できますこのタイミングでは、えっと、出品は無料ですで、えー、我々はお客様に月額料金のご請求をさせていただいてメーカーから直接配送と組み立て設置を手配いただきますで我々はメーカーに月額料金のレベニューシェアをしているような形になっていますで、えー、ユーザーが返却する際はメーカーの方に直接返却するような形になっております でえー、ありがたいことに契約しているメーカー者数も順調に増えておりまして今、1万点以上の家具を揃えているような状況でポイントとしてはこの稼働率というところです、僕ら90%を超えていますどういうことかというとエアールームに訪れてくれているユーザーさんに関しては何かしら満足な家具がある加えてメーカーからも今までお金をかけて処分していた、えー、とそういった在庫商材が逆にお金になっているといった状況になっています。 でお客様の方もですね我々先日、朝のニュース番組、すっきりと取り上げていただきました、そういったところもあって、お客様の数は順調に増えているんですけれども、引っ越しのタイミングですとか、模様替え、あとはえっと購入前のお試し利用、こういったところで使ってくださるお客様が増えております。で会員数も順調に増えておりまして、今、月次平均45%の成長を実現していっております。 これを作るチームについて簡単にご紹介させてください。まず私なんですけれども、ずっとウェブ業界の方にいました。で直近ですとソフトウェアエンジニアとして3年程度勤務しておりました。なので、っと我々のチームですね、かなりテクノロジーに引いてたチームになっています。基本的に若手が今主体なんですけれども、特徴として3分の1が私のようなソフトウェアエンジニア、テクノロジー集団です。 そして残りの3分の1、これがインテリアコーディネーターで構成されています。そして最後の3分の1、これがビジネスのプロフェッショナルたちで構成されております。我々はですねこういったチームを連れてですね既存のものづくりのプロたちとそして我々テクノロジーを秀でた若いチームここが手を組み合うことで新しい産業を作り上げていけるんじゃないのかこういうふうに考えております。 エアルーム、ただのサブスクリプションサービスで終わるつもりはありません。この54兆円、これは国内に存在する過剰在庫です。この問題は家具業界だけではないんですね、さまざまな業界に転用できます。なので、我々はどんどん,どんどん家具以外のところにも算出していこうと考えております。それこそ Spotify が音楽産業を変えたように、ネットフリックスが映画産業を変えました。 我々エアールームはものの産業を変えていこうと考えておりますで最後にはなりますが我々エアールームまだまだ未熟なチームになってますえけれどもですねここから先ですね1年後3年後5年後ですねあのこの ICC の場で出会ったエアールームを応援してよかったなとここにいる皆様に思っていただけるように我々邁進してまいりますのでぜひ応援のほどよろしくお願いいたします 以上、エラリーでした。ありがとうございます。